欢迎回来，《鬼灭之刃》的游戏啦！今天我们要继续上一集未完的剧情，要来去找无惨啦。那喜欢这个系列，还想再看更多的话，别忘了先帮影片点个喜欢。还没订阅的观众呢，也可以按下订阅，并且开启小铃铛，才能不会错过瑞的更新影片的动态喽。就在前面而已，他在这边，看到他了，看到他了。别想走 ，Michael Jackson， 我找你签名。嗯？岂不自己無罪？拿命来！お父さん、どうり？あ、おお。こいつ。傻眼了。こいつ、こいつ。人間のふりをして暮らしているんだ。他把自己假装成人类在生活、啊。私に何か用ですか？ずいぶん慌てていらっしゃるようですが。あら、どうしたの？人間だ。女の子と女の人は人間の匂いだ。他抱着的这都是人类。知らないのか、わからないのか。こいつが鬼だって、人を食うって。お知り合い？いいや、困ったことに少しも知らない子ですね。お、人違いではない。ないでしょう。まあ、そうなの？完了、完了。あなた、どうしました？要变僵尸了。啊！还咬啦！やめろ！不要不要！奥さん、こちらよりも自分のこと。脸被咬了。きっとなんとかなる。奥さんの傷は致命傷じゃない。快点，有没有糯米塞他嘴巴？誰も殺していない。没有杀死任何人。くそ！この人を放ってはいけない。那无惨就这样走掉了。鬼滅之無惨！俺はお前を逃がさない。どこへ行こうと！どうしたのかしらあの子。ねえ月彦さん。地獄の果てまで追いかけて。必ずお前の首に刃を振る！絶対にお前を許さない！他注意到炭治郎的耳饰了。あの耳飾り。想起了那个曾经差点把他干掉的男人。貴様ら！何をしている！酔っ払いか！少年、この男から離れろ！ダメだ！拘束具を持ってきてください！頼みます！いいから離れろ。不行な、警察。俺以外はこの人を抑えられない。どけ。やめてくれ。この人に誰も殺させたくないんだ。邪魔をしないでくれ。お願いだから。ワクチ、視覚無限の子。あ、出世。なんだ。出現了。この香りは。の。なんだこの文様は。どうなってる。周りが全く見えん。吸大麻？你们吸了大麻？だとしたらまずい。产生幻觉。これはあなたは。ん？あなたは鬼となった者にも人という言葉を使ってくださるのですね。朱氏小姐。助けようとしている。ならば私もあなたを手助けしましょう。なぜですか？あなたは、あなたの匂いは。他们两个也是鬼啊。私は鬼ですが、医者でもあり、あの男、鬼舞辻を抹殺したいと思っている。也是打算消灭无惨的人。あなたは一体。これ以上の話は後にしましょう。まずはその方たちを早急に手当てしなければ。私の診療所にご案内します。一緒に来ていただけますか？診療所？いや、でも、あの、実は、よそで妹を想起来了，他还有个妹妹啊，放在面瘫呢。私は治療が必要なお二方を先に診療所へ運びます。ユシロ、あなたはこちらの方のご案内を。あ、ユシロ。俺がですか？俺はあなたと離れたくない。整部鬼滅作品
最悲情的角色。わかりました。それではまた。他是猪四控。後ほどお会いしましょう。这是我们第一次遇到无惨的过程。ネズコ、ネズコ。嗯？ごめんな、ネズコ。置き去りにして。他就自己一个坐在那边睡觉、哦，真好可爱哟、哦。嗯？哦。ユシロさんは大丈夫だ。これから道案内をしてくれる。これから行く先には目くらましの術がかけてある。所以我们接着就是要去朱氏的诊所。俺と一緒でなければ、お前は絶対にたどり着けない。目くらまし。それより、鬼じゃないか、その女は。しかも仕込めだ。他才不丑、他很可爱。仕込め？他是大家的妹妹。見にくいってことか。誰が？ネズコ。有够迟钝的是怎样？仕込めのはずないだろう。よく見てみろ、この顔立ちを。气扑扑。町でも評判の美人だったぞ、ネズコは。行くぞ。完全不理他。行くけれども、仕込めは違うだろう、絶対。遅いぞ。少啰嗦啊。俺って。さっきも言っただろう。俺の目くらましの術だ。可以隐藏建筑物。建物や人の気配や匂いを隠すことができる。还有人的气息。珠代様の診療所も俺の術で隠している。だから俺についてこないと見つけることはできない。好。なるほど。でももう少しゆっくり進んでもらわないと。走太快了。さあ行くぞ。完全就不理耶，真的是。どんどん行ってしまった。不过其实我也蛮喜欢御石郎这一个鬼的设定的，对吧、啊？朱氏的诊所被御石郎的血鬼书隐蔽起来了，所以我们要穿过这个墙啊。好，没问题。出发，出发！早く由志郎さんを追わないと、匂いが消えてしまう。快点，快点！追上他。なんで由志郎さんは待ってくれないんだ？等等我，我看不到他的车尾灯。それにしても由志郎さん、早い。哦，现在又有鬼。哇！这个鬼好丑啊！哎呦，我真的喷毒哎！啊，我中毒了！可恶！妹妹救命！我妹妹来打！去啊！去啊！我妹超强！哎，我抓你！去啊！有这么厉害的妹妹，真是让人安心啊！来换炭治郎，切！这就是一个兄妹同心，什么鬼都不怕。这个地方太大了啦，对啊，很容易迷路。看到他了，看到他了。吉郎さんは分かってない。ネズコは仕込めじゃないぞ。他还在执着这件事情呢，笑死我了。这妹妹被人家说太丑。匂いを見失うな。他没办法接受啊。哦，前面，前面，前面，终于到了。哦，真的是。跟迷宫一样哎，这边哦，终于到了。こんなところに屋敷が。早く来い。いいか、あの方に失礼のないようにしろよ。他真的很喜欢朱氏。どうぞ。我们回来喽。ただいま戻りました。先ほどはお任せしてしまいすみません。その奥さんは？この方は大丈夫ですよ。あ、ミスだミス。ご主人は気の毒ですが、拘束して地下牢に。え、她老公还是变僵尸。人の怪我の手当てをして辛くないですか？鬼の俺たちが血肉の匂いによだれを垂らして耐えながら人間の治療をしているとでも。御石郎超敏感。辛くはないですよ。普通の鬼よりかなり楽かと思います。私は私の体を随分いじっていますから、鬼物児の呪いも外しています。他有改造过他的身体。体をいじった。場所を変えてお話ししましょうか。あなた方の話も聞いておかなければなりませんからね。お？
ミドズ。そうですか。そのような事情が終わりだったのですね。でしたら、やはり力になれることがあると思います。それにはまず、先ほどの続き、私たちのことをお話ししなければなりません。先ほども申しましたが、私たちは鬼です。ですが、私たちは人を喰らうことなく、暮らしていけるようにしました。人の血を少量飲むだけでこと足りる。只要喝一点血就够。血？当番茄汁来喝啊。それは不快に思われるかもしれませんが、金銭に余裕のない方から輸血と称して血を買っています。もちろん彼らの体に支障が出ない量です。そうか。この人たちから鬼特有の異臭がしない理由はそれなんだ。所以鬼身上会臭臭都是因为他没有吃人呐。もっと少量の血で足ります。この子は私が鬼にしました。哦，对，御史长会变成鬼是因为猪食。あなたがですか？でも、え？そうですね。鬼仏寺以外は鬼を増やすことができないとされている。それは概ね正しいです。200年以上かかって鬼にできたのは湯城ただ一人ですから。他花了200年只制作出了御史郎。一つ誤解しないでほしいのですが。私は鬼を増やそうとはしていません。不治の病や怪我などを負って、余命いくばくもない人にしか、その処置はしません。その時は必ず本人に、鬼となっても生きながらえたいか尋ねてからします。还是要经过对方的同意。嘘偽りもない、清らかな匂いがする。この人は信用できる。香香。玉代さん、鬼になってしまった人を、人に戻す方法はありますか？鬼を人に戻す方法はあります。お？教えてください。どんな傷にも病にも必ず薬や治療法があるのです。ただ、今の時点で鬼を人に戻すことはできない。ですが、私たちは必ずその治療法を確立させたいと思っています。治療薬を作るためにはたくさんの鬼の血を調べなければなりません。所以我们要去收集鬼的血呀。あなたにお願いしたいことが二つあります。你说。一つ、妹さんの血を調べさせてほしい。二つ、できる限り鬼仏寺の血が濃い鬼からも血液を採取してきてほしい。我们要无惨的血。禰豆子さんは今極めて稀で特殊な状態です。2年間眠り続けたとのお話でしたが、おそらくはその際に体が変化している。通常それほど長い間人の血肉や獣の肉を口にできなければ、まず間違いなく凶暴化します。しかし驚くべきことに、禰豆子さんにはその症状がない。この奇跡は今後の鍵となるでしょう。禰豆子是一只温驯的鬼。もう一つの願いは過酷なものになる。鬼仏寺の血が濃い鬼とはすなわち鬼仏寺により近い強さを持つ鬼ということです。そのような鬼から血を取るのは容易ではありません。それでもあなたはこの願いを聞いてくださいますか？それ以外に道がなければ俺はやります。玉代さんがたくさんの鬼の血を調べて薬を作ってくれるなら、そうすれば禰豆子だけじゃなく、もっとたくさんの人が助かりますよね。そうね。まずい。せよ。人来了。阿球。被突破了。ヤハバの言う通りじゃ。何もなかった場所に建物が現れたぞ。朱砂丸。巧妙に物を隠す血気術が使われていたようだな。しかし足跡までは消すことはできぬ。わしの目にはごまかしは効かぬぞ。爬羽。这只长得真的是不是很好看。鬼狩りは鬼と一緒にいるのか。どういうことじゃ。他的手比怪力还多。それにしても凄まる。お前はやることが幼いというか、短絡というか。ヤハバはうるさいの。
私のマリのおかげですぐ見つかったのだから良いだろう。所以我们的这一集对手就是他们两个人。鬼舞辻の手下か。今までの鬼と明らかに匂いが違う。来吧。強いのか。我有妹妹在。鬼匂いだ。肺の中に入ってくると思い。有够臭。ん？耳に花札のような飾りの鬼狩りはお前じゃの。俺を狙っているのか。他们是无产派出来的啦。面白いの、面白いの。因为无产看到了看这张的耳饰，让他想起了。殺されることを光栄に思うがいい。不想回忆的过去。十二気づき。鬼舞辻直属の配下です。你在骗呢、啊？さあ、遊び続けよう。朝になるまで、命尽きるまで。来啦来啦。玉代さん、この二人の鬼は。鬼舞辻に近いですか。おそらく。では必ずこの二人から血を取ってみせます。打敗这两个冒充者。妹妹来踢球喽。来呀来呀。哦哟。没被我们迷豆子踢过是不是？让你尝尝看迷豆子的香香腿。哦哟。来踢一下。抓死你！站起来！やるの。うせろ。呜呼！一直丢，一直丢，丢够没？好了，给你开大，给你开大。不怕你，不怕你。够了没？哦呦！危险，危险，危险！哎呦！啊吼！哎，踢！趁现在。来呀、啊！轻松打、啊，对啊，真的是轻松打。你豆子超强，速度又快，攻击力又痛，防嘞，防什么东西？啊！来来来来来！不是惊讶吧？为什么这么强？哎、欸，干什么？不知不觉他已经被我打残血了。其实他们的攻击真的是很好躲。哎呦，才刚说完很好躲，我就被他踢到了。哎呦，痛啊！觉醒。觉醒攻击真的比较快。哎，他没血了。呀！杀死你！やるの。有够帅。こ娘が。算轻松啊。あいつ、押してますよ、玉代様。压制住了。しかし、相手も鬼。このままではいたずらに時間が過ぎ、朝を迎えてしまう。天快亮了。私が何とかしなければ。蛛丝要放招了吗？接着换炭治郎。そろそろ薄汚い鬼狩りには消えてもらおうか。それはもう残酷。死爬鱼？这个应该不强吧？焦っていたら状況が見えなくなる。不过对现在炭治郎来讲，应该算吃力啊。見極めて距離を詰めろ。要来打这个手手长眼的。やれる。来吧。没有问题。しかし、他看不到我。見れば見るほど薄汚い子供じゃ。私のそばに。我在这边呢。你是不是看不到我啊？矢印を放ってくれ。这里啦。我都忘了欺负瞎子一样。許せない。許せない。暴气啦！我们要躲他的那个箭头。可是应该算还好，不会说太难。对，结果每次都这样讲，然后都会中招这样。啊哈！你看就中招了，还好还好还好，我躲过了。哎呦，吓死我了！抓你！撞！一直暴气，一直暴气。你们真的很生气耶！Oh shit！危险！
推进在阿扣水车，直接靠水车破解。好，把你的头给砍下来。差一点，差一点。好，哎，快躲！流流，其实我一直觉得他们的招式有一些很不适合用中文念出来。可以的。嘿，地獄必ず取ってみせる。少しでも早く薬を完成させるために、どんな鬼とも戦う。戦って勝つ。沉水车，砍你的头！顺利，这样就干掉一只了，还差另外一个。やった！おのれ！お前の首さえ持ち帰れば、あのお方に認めていただけたのに。許さぬ、干嘛干嘛，你想干嘛？許さぬ、許さぬ。死了就快快死了。汚い土にわしの顔をつけおって、お前も道連れじゃ。哦哦。啊！不要！あいうちだ。不要！他拖我去撞墙。待って受け身を取らないと、体がぐちゃぐちゃだ。地の肩、ぶちよ。我不要玩云霄飞车。技を出せ。こんなところでやられるな。水車。一直被丢来丢去这样。水面切れ。しずく波紋突き。ねじらうぜ。傻眼了他。啊，没了。啊，应该还差那个女的吧？那个女的还没解决掉。アバラと足が折れた。ダメだ。疲労で刀を握れない。早く行かなければ。鬼はまだいる。我们要去救弥豆子。改用摇的。すぐ行く。すぐ行くから。無事でいてくれ。用爬的也要爬过去。どうか、無事で。哎，啊，这只也死掉了。我还没有看到精彩的足球对决呢。死んでしまったんですか。間もなく死にます。これが呪いです。体内に残留する鬼物児の細胞に肉体を破壊される。他被诅咒杀死。この方は十二鬼月ではありません。对，他是假冒的。十二鬼月は眼球に数字が刻まれていますが、この方にはない。おそらくもう一方も十二鬼月ではないでしょう。弱すぎる。他们太弱了。弱すぎる。あれで。这时候的炭治郎打他们还打得狼狈。治療薬を作るための手がかりになると良いのですが。那我们就顺利干掉了这两个假冒十二鬼月的鬼。先ほどから禰豆子さんがこのような状態なのですが、大丈夫でしょうか。你怎么可以碰我们的猪四大人？多分二人のことを家族の誰かと思っているんです。家族。しかし禰豆子さんのかかっている暗示は人間が家族に見えるものでは。私たちは鬼ですが。でも禰豆子はお二人を人間だと判断してます。だから守ろうとした。俺、禰豆子に暗示かかってるの嫌だったけど、本人の意思がちゃんとあるみたいで、よかった。すみません、禰豆子、禰豆子、離れるんだ、失礼だから。ありがとう、禰豆子さん、ありがとう。行きたいと思いますか。本当に人でなくなっても生きたいと。
このまま病であなたは命を落とすでしょう。御史郎想起了以前的事情。人で亡くなることは辛く苦しい。那时候他也是人的时候的事情。私たちはこの土地を去ります。鬼仏寺に近づきすぎました。早く身を隠さなければ危険な状況です。それにうまく隠しているつもりでも、医者として人と関わりを持てば鬼だと気づかれる時がある。我们还是要躲避无惨。炭治郎さん。はい。禰豆子さんは私たちがお預かりしましょうか。不行。妹妹是我的。絶対に安全とは言い切れませんが、戦いの場に連れて行くよりは危険が少ないかと。玉子さんの反応好可愛哦。そうかもしれない。確かに預けた方が禰豆子のためにも。妹妹不要。玉代さん、お気遣いありがとうございます。でも、俺たちは一緒に行きます。我们兄妹要同心。離れ離れにはなりません。谁都不能离开谁。もう、二度と。わかりました。では、武運長久を祈ります。じゃあな。俺たちは痕跡を消してから行く。武運昌隆。お前らはさっさと行け。あ、傲娇御史郎。それでは。他应该也是松了一口气。我跟你讲，没有人会来打扰他跟朱氏小姐的共处。行くよ、Let's go。酒吧，酒吧。他们的旅行还要继续下去。お、お前の妹は美人だよ。第三章前朝死斗完，这样又一个章节结束了。接下来来到了第四章，鼓声回荡，要前往南南斗。在这边应该就会顺利遇到善意以及猪猪哦，那也可以看到善意超帅的表现，大家可以期待一下啦。没意外的话，应该明天就会更新了吧？对，没意外的话啦。如果各位还想继续看下去的话，别忘了帮影片点个喜欢，我们下一集再见喽，拜拜。哦，美腿，我们的可爱妹妹出手了，不对，出脚了。小僧，なぜ人間の分際で鬼を連れてる？哇，今日福利，やれるのか。